これから空道着の着き方を説明いたします。まずはズボンからいきます。ズボンを履きましたら、左右の紐を横にギュッと引っ張ってウエストに合わせてください。その後ベルト穴に紐を通していきます。真ん中の穴は両方側から紐を通してこのようにします。ここでもう一度腰をギュッと絞っておいてください。そのままここで一度このようにした後、うまく押さえながらリボン結びで止めてください。うまく紐の長さを調節します。最後にこの紐があまり長ければ稽古の時に邪魔になる時もありますので、その時はこのように元の紐に巻きつけて何回か行うと紐がすっきりすることができます。はい、反対側も行います。ここの紐に余分な紐を巻きつけて最後にきれいに留めてください。このようになります。ズボンは完成です。次に上着を着ていきます。上着を着ましたら右をかぶせて上から左側を乗せます。タグの方が上になるとちょうど正しくなります。はい、ここでちょっと腕で押さえておいてください。次に帯を用意します。帯のちょうど真ん中のところで指で押さえてください。はい、ここの真ん中の部分をおへそに当てて後ろに回します。後ろで手を交換して前に持ってきてください。ここで一度帯を横にギュッと引っ張ってウエストを絞っておいてください。はい、その後前でもう一度手を交換して帯をこのように重ねます。このように重なります。これは右が上になってもこちら側が上になっても構いません。ここまで来ましたら上になっている帯を全て下から大きく巻いて下から上に出します。こういった感じになります。はい、ここでもう一度上下にギュッと帯を引っ張ってウエストにぴったりと合わせられるようにしておいてください。最後は上に出ている帯を上から垂らしてこの間から手を入れて取ります。
うまく帯がねじれないように調節しながら左右に引っ張っていくと結び方完了です。これが一番簡単な結び方です。さて次に刺し結びという方法をご紹介いたします。こちらはほどけにくい良さがありますが少々、複雑になっております。まずは今説明した結び方をマスターした後に余裕があれば刺し結びの方もやってみてください。では紹介します。ここまでは先ほどの結び方と一緒です。上の帯を上から垂らして穴の間から取る、ここまでも一緒です。ここからが違うくなります。先ほどあとは引いて終わったのですが、この時にこちら側の端っことこちら側の端っこ、それぞれすでに巻いてある帯と帯の間に差し込みます。片方差し込みます。はい、もう片方も端っこをすでに巻いてある帯と帯の間に差し込みます。はい、帯がねじれないように注意しながらゆっくりと端の帯の端を左右に引いていくと帯が締まって刺し結びが完成します。次に帯留めをつけます。帯留めは帯がほどけないように結び目の上からつけるもので、縦にこのように入れたら下からと上から少し引っ張って合わせて止めてください。ちょうどマークが正面に来るようにするといいです。以上で帯の結び方は終わりです。最後に空洞着の3箇所確認しておきたいと思います。まずは下布の1枚目と2枚目がありますが、それぞれの角が揃っていること、こちら側も1枚目と2枚目の角が揃っていること、はい、これを確認いたします。次に胸元がきちんと閉じられていること確認します。最後は帯の両端がそれぞれ同じ長さであることを確認してください。何度かお家でも練習してみてください。これで空洞着の着方を終わります。